持続可能な世界の実現に向けたユニセフキャラバンのキャンペーン活動は、先月30日から県内で始まっていて、昨日は日本ユニセフ協会が三浜町の中学校を訪れ、貧困や病気など世界の子どもたちが置かれた状況を紹介する特別授業を行いました。今日は日本ユニセフ協会の遠藤剛志事務局長らが三重県教育委員会を訪れ、 福永和信教育長に今回の活動の報告と、今後も教育を通じて取り組みを推進していくことを話しました。それに対して、三重県教育委員会の福永教育長は、持続可能な社会の構築に向けて全力を尽くしていきたいので、引き続き支援をお願いしたいと応じました。 紛争の問題、あとは気候変動です、ね、子どもたちの暮らしに影響が出ていますので、まあ、そういったことについてもあの我々としては訴えていきたいしあの学校の児童生徒さんあるいは教職員の皆さんにも理解していただける機会になればという思いがあります。